鳥取県岩井郡の一岩井郡は鳥取県にあった郡1879年に行政区画として発足した当時の郡域は岩見郡岩見町及び鳥取市の一部にあたる。古くは巨能郡といった。郡家の所在地は現在の岩見町岩井とする説や道庁荒井とする説がある。また演技式に記載されている山崎駅。 スケジョー駅は東軍内に置かれたものとみられる軍命の変更については鎌倉時代に成立した十悪アクには石井軍と記されており軍命の解消時期を鎌倉期とする説があるがこれを疑問視する説も根強い通説では中世にかけて岩井省周辺が国境の重要地域として注目され岩井の表現が 軍全体の呼び名として広まったことがきっかけであると、される。少なくとも、官営10年以前には、軍名の解消と軍域の変更がなされ、服部省が編入された。元禄14年には、軍名が、石井より岩井へ改められた。号、和名類助賞に記される軍内の里。式内者、演技式新名帳に記される軍内の式内者。 21、四方見村22、現四方見村23、はっとり村24、大岩村25、本上村26、高野村27、新宮村28、安城村29、浦富村30、牧谷村31、タあと村32、東村33、岩江村34、かもお村。ありがとうございます。